はい、お疲れ。ダークネスローズです。いや、さて、今日も一応、YouTube に上げるようなね、いつものやつを撮ろうと思うんやけど、うん、今日は特に喋る話題が本当にない。<laughs> 本当にない。何もしないから。ただ、あの、うん、な、なんやろう。 まあ前にさ、あのー、応援したい子がいるみたいな話してて俺の枠にもたまに来てくれてたりとか俺がまあ枠に行ったりとかして、まあ、ゆきかちゃんという方がいるんやけどその子のまあ枠になんかおもろいやつが来てて <laughs> おもろいやつってかなんかなん,なんて言うんかなもう,もうアホの雰囲気香ばしい匂いがプンプンする人が来ててそれが面白かったからなんか面白いですよみたいに言われて。 その枠に遊びに行ったんよ俺も見に行ったんよどんなど何してんだろうと思って、うんまあ、相変わらずなんかねあのまあコラボしたいのか何なのかよく分からんけどなんか変なやつ多いわ、うん、まあねだからもうほんまに女の配信者は大変だと思うわ、まあ、あの子だけじゃなくてみんなそうだと思うけどそういうまあ出会い中であるとかさそういう系の人間がまあ湧きがちやから。 うんまあ、前にさそれこそあのキャバクラとかそういう系のとこで働いてる人の大変さみたいなの言ったやんかあのでそれで勘違い男がどうのこうのっていう座組の話をしたと思うんやけどあの多分あの実写動画の時かな先月ぐらいのの時にも言ったと思うけどあのちょっとなんかセ,セクシーというかそういう。 露出が高めだったりとかあのー、ちょっといい反応をしてくれるまあまあ言ったら配信してるわけやから来てくれる人ってまあゲストなわけやんか、まあ、YouTube でも見てくれる人はまあリスナーはゲストなわけやんかだからまあゲストに対してある程度そういう何て言うんかなサービス精神が強い人ってまあそれこそキャバクラとかじゃなくてもそうやってもうまいこと。 載せてあげたりとかするわけやんか気に入ってもらうためっていうのもあるしで、まあ、そういうリアクションをするので、まあ、勘違いしてこう押せばいけるんちゃうちょろいんちゃうみたいな勘違いがまず1個起こってワンチャン狙いがそっから始まんねんけどうんそういうのを見てたらな、まあ、大変やなって思うわ本当にうんまあだって まあどうしようもないっていうかうんその勘違いがまあ一回起こってしまったというかもうそのまあ勘違いもそうなんやけどいけると思ってしまうのもちょっと痛い部分もあるやんか言ったら <laughs> そのいやいかれへんやお前なんかって思うけどでもなんかいけるんちゃうこいつなんとかできるんちゃうって。 まあ好きになるのはいいよ別に本気で好きになる分にはいいと思うしゃあないよそれがキモいって言われようがどうしようがその感情のコントロールはしゃあないからそれは好き本気で好きになるのはしょうがないけどその何をワンチャン狙いとかでいけるって思ってしまう神経のやつには多分何言っても意味ないから でどんな方法も多分意味ないねんなもうそいつをブロックしたりとかしたとしても別ができたりとかするから基本的にまあその対処っていうかその対症療法的な場当たり的な対処はできるけど実際その完全にそれをに対するその対応というかっていうのはちょっと難しい部分があって。もうこれは 本当に色々に繋がってくるね例えばその女の配信者、まあ、you YouTuber はちょっとつながりが薄いけど、まあ、配信者がでかいな配信者と、まあ、ま Twitter でちょっとその自撮りやかとか、まあ、インスタでもそうなんやけどとかあとそのち,ょちょっとエロによってるような投稿してる人とか、まあ、あと下ネタが多めの人とかそういうちょっとフレンドリーな人とかみたいな人インスタでもね Twitter でもどっちでもそうなんやけどそういう人って。 にに対してはうーううはううううんんそいのもも常にあるもんな俺も基本的に絡みたいとは思うね綺麗な人がおったら絡みたいしその会って話すんのも楽しいやろうしそれはワンチャンやれればそれに越したことはないかもしれんけど別に何やろあのーうん、そこまでね本気でなんとかしたろうとは思わへんよ別に。 ただ喋りたいとかそのあめっちゃ綺麗ないな氷やめっちゃ可愛いい氷や絡みたいって思うよ絡みたいと思もしか絡むけどうんそれでなんとかそれ以上張って例えばそのツイッターの子やったらそれでなんか本気でどうにかして会いたいとかっていうのはあんまないかもしれんまあ会いたいとしたらそのなんやろうまあ本当に俺その自分でもまあ 度々言ってるけどそういう配信者とかあの歌い手の人とかそういう夢持ってる人まあそのアーティストとかでもいいんやけどそういう夢持ってる人をその後押ししたり後押しっていうとちょっとあれやけどそういうなんかその偽善的なのには興味ないねんけどそういう,こう本当ビジネスとしてねそのコンサルしたりとかっていうのをやろうと思ってるから本気で。 やろうと思ってるからだからそういう人でセンスがあるなと思ってはこの人をその自分に引き入れたいなって思う人に関しては本気でその会いたいっていうと語弊がどうしてもあるんやそういう変なやつがいるからそいつらと一緒にされてまうからそれは嫌やからちょっと俺も気を使うんやけどでもそういう気持ちはあるよ会って直接話したりとかその何やったら一緒にコラボの動画と実写の動画を2人で撮ったりとか。 コラボ動画みたいなやつ、今ユーチューブやってるやんか、みんなね。ああいうのはやりたいなと思うけど。あってワンちゃんとかまではね。思わないかな。基本的には。うーんだから、それを思ってしまう人。もう、なんとかなるとか、まあ。 極論この人はならなくても例えば100人に声かけたら1人ぐらいは引っかかるやろうぐらいに思ってる人まあ実際そうなんかもしれんけどこれもまあね多分成功体験がどっかしらにあるやろうからそういうやつだもそれでなんかオフパコしたみたいなあるから実際やからその成功体験があるからやってるっていうのはワンチャンあるんやろうけどうんまあただそれに悩まされる。 その女の配信者とか Twitter、まあ、やってる人インスタやってる人とかっていうのはもういい迷惑,いい迷惑よなとは思うよね。でまあその俺が再三その話題に出してる夜の職業の方、まあ、キャバクラの人とかガールズバーの人とか、まあ、風俗の人もそうやけどそういう人なんかでもそうやんか言ったらその勘違いさせる職業やし言ったらそのなんやろうな難しいな。でもまあ そういう人らの大変さっていうのは、まあ、ちょっと俺また次、明日かな多分明日だと思うんやけど、その、まあ、キャバクラとかの人についての話ちょっと上げさせてもらおうと思ってるんや。ちょっと生の話を若干聞いてきたんでね、知り合いから。で、まあその話題をね、ちょっと明日にでもしようと思ってるんで、まぁ、あ、よかったら聞いてください。まあ、そんな感じで、ちょっと今日は短めにしておきますわ。ちょっと最近長いの多かったからね。まあ、そんな感じで、ダークネスローズでした。バーイ。